はしないでっつってるじゃん。あのさ、 LINE 見た？俺7日の朝の日って俺 LINE 送ってるぞ。 LINE 見ろよ、スクショ送ったから。7日だよ今日。そうだよ、それで金梅さんにも連絡して、それブッチしてるからね、やっちょ。送ってるよ、今 LINE 見てみなよ。だからじゃあ8日は、じゃあ8つか、じゃあ朝倉8日ちょっとわからん。ちょっと水曜日用事あるから、木曜日だわ、木曜日8日ね。で金梅さんに行って、俺もう金梅さんに自分だから8日の日に行くから、いや9日だわ、9日から行くから8日に集合ね。8日の夜にはもう集まらないと。8日の夜に集まる。うん、8日って何日？水曜日って何日？違う、じゃあ俺水曜日予定あるから、木曜日に集まる。うん、10日からね。じゃあキリがいいから、うん、10日に集合して、11日からコラボだから、朝倉未来と。うん、10日ね。そうそうそう。つか新やっちょさ、マジでお前さ、今配信者と絡んでる余裕ねえから、そのリッキーとかコメオと絡んで、そのブレイキングダウンの流れ持ってかなきゃいけないのに、そんなね、バンジーしたところで目先、あのさ、リッキーとかコメオで頑張った後にね、そんな、だからその勢いの時に、今 YouTuber と絡まないと、配信者と絡んでても仕方ないだろ。ポルポンとバンジーして何になるんだてめえよ。だから目先の藤沢奈々の閲覧に群がってる余裕ねえから。と自分が飛びたいんだったら、もう約束はちゃんと守ってよ。7日って言ってるよ。 LINE 見ろよ、 LINE 言ってるよ。とりあえず10日ね。じゃあこいつマジでやばいわ。みんな見てよ、7日の朝行くから日曜日に3人で集まろうって俺連絡してるよね。これ送ってるよね、これみんな。もうなんかこいつ予定入れてるんだよ。俺金梅さんにもお願いしてね、段取りして。俺金梅さんにも顔立たないやん。俺金梅さんになんて言うのよ。金梅さん予定開けてくれてんのに。7日今日だよ。今日の朝から行く予定。今からねえ、バエさんのツイキャスでね、楽しみにしてたんだよ俺。うん、イベント終わって頑張ったら一緒にね、バエさんとお酒飲めるって、ビールでも飲もうかなって楽しみにしてたんだよ俺。ハートアレアンス、あ、ありがとうね。あ、フォローしてくれるね、フォローありがとう。いや、2人で行けばって、やっぱり俺とバヤさん YouTube やってないから、新八丁を有名 YouTuber にして、で俺とバヤさんと俺カメラマンやって、もう YouTuber に転向しようと思ってるビジョンはね。うん、で3人のチャンネル作って、いよいよ YouTube に行くんで、メリットあるよ。うん、で収益を折半して、うんで初めだけなんだよ。攻めるのは初めだけ攻めて、あとはもう普通に企画とかやるから。あ、ほんとありがとうね、大好き。付き合うか。うん、 DM 待ってるよ。惑 YouTuber だから、今は迷惑 YouTuber だけど、昔のアイドル深夜町アイドル YouTuber に戻さなきゃいけない。アイドル YouTuber に。で3人で歌も作る、でデビューします、歌手としても。で俺ラップ担当して、で金梅さんは「ありがとうございます、むーちゃんをゼロリスでもあるからね、むーちゃんありがとうね、むーちゃん俺むーちゃん可愛いからね」。アイドルに戻るわけない。いや、新やっちょは40歳から羽ばたくよ。で俺アイドルつかラッパーだね、ラッパー。19歳です、会いたい。会いたいのはいいんだけど、あんまり19歳アピールすると婦人部が怒っちゃうから、年齢あんま言っちゃダメ。で俺もロリコンって言われちゃうからね。年齢はちょっとやめないとガチ恋婦人部が怒っちゃうから、気をつけてね。ちょっと裏でこっそりしないとね。婦人部さんはまあ結婚してる、これも婦人部ですよ。20代でもう結婚してたらもう婦人部。婦人部の定義はね、奥さんであること。はい。で奥さんっていうのはやっぱ自分結婚してるし、家のこととかやってるし、すごい立派な人が多いから厳しいんだよ、女見る目が。それわかる。で案外フリーの人って別に何でもそんな怒んないよね、適当に。モラハラ芸見ても結構笑ってたりする子が多い気がする。でも婦人部さんは真面目に生きてるから、やっぱガチレスしちゃうね。だから婦人部さんもうちも多いからね。だからダイエット企画とかもそれはね、おいおいね。なんかネットの王子がふわっちで2ヶ月で700万稼ぐらしいよ。これ見物だよね。昔はすごい稼いでた人なんだけど、今来てね、そんな簡単に稼げるのかなっていう。700万も2日で。でもう配信休んでね、ラムメロの家行ったりとか、またふわっちちょっと稼いだらまた配信やめちゃうんじゃない？いじってくれ。なかなかふわっちもそんな考え難しいと思うよ。昔はねすごかったけど、昔はねマンスリー1位とか常連だからね、めちゃくちゃ人気あるんだよ。でブスって言われて投げるんだよ、女の子がラジオでね。今ブスって言って投げたくなるよ。そうド M がアイテムを貢ぐんだよ、ブスって言われてね。でね、一人でやるんならまだしも、ルンルンちゃんといたら飛ばないんじゃない、アイテムも。ナイスは伸びるかもしれないけど、だってまずいやちょっと一人で頑張っていきますっていうのが礼儀なんじゃない、リスナーに。もうルンルンももう別に合わないし、一人でちょっとやっていくから、で家借りて頑張るんで応援してくださいが筋なんじゃない。普通は一人の方がアイテム飛ぶしね。でルンルンちゃんももう解放してあげた方がいいんじゃない、解放。だってルンルンちゃんってもうあれじゃない、もう王子にのろけて、もうよく分かんなくなってるじゃん。よく分かんないことになってるでしょ、もうデリで働いて。ね何、一生貢がせるの。うん、一生。いや、彼女が離れないように見せてるだけよ。うん。彼女が離れないようになるって分かってる行動をとってるんだよ。分かる？もう依存させて洗脳完了してるんだよ。洗脳。そうだよ。もう魔法かかってるね。だからもうルンルンはもう洗脳済み。うん。依存って軽い洗脳もあるんじゃない？で、これ枠に俺出てたってなんか変な映り方してたの？変な映り方してた？でもあれって別に俺ずっと止めてたしね。うん。キャバクラでイチャつくぐらい別によくあることだしね。うん。あ、してない？いや、キャバクラとスナックの中間っつってたよ。女の子いるときは一人つけるしみたいな。何やっちゃ裏切ってたって。うん、あ、皆さん右下ナイスお願いします。ナイスよかったら押してください。寝る前に寝ますね。おやすみ。うん、うんうん、俺の話題にもなってない。誰って言ってたらしいこいつまあそんなもんですよ僕なんてね、うん、これさんからしたら誰こいつ、うん、気持ち悪で終わるよね、うん、気持ち悪でまあそんなもんでしょ。ふわっち配信者なんてね、認知されてるのってパルパルぐらいじゃない？よっさんも知ってそうだね。今のふわっちでこれさんに認知されてるのって。あと誰かいる？りなねことかもまあ知ってるか。まあキャス主は知ってるよね。うん。いや今のふわっちね。うん。だって俺ふわっちから配信始めたんだもん。それは知らないでしょ。いや、くるちゃんなんか知らないでしょ。ワンちゃん、エイフちゃんとかは、ワンワンとかね、知られてるかもね。ニコ生からやってるから。逆に。うん。出すよね、うん。知ってたよ、くるちゃん。なわけないでしょ。だって、パルパルはなんか連絡来たりもしてたからね、前。裏パルがバズってる時に。あ、金杯かなやされやすい。ありがとう。ふわっちをゴミアプリって。あ、くるちゃんみずにゃんと絡んだが認知されてるんだ。いや、エルマルで認知取り上げられたことあるけど、今思うとすごくて、配信してたらミラーしてくれたんだよ。ミラー神回だよね。すごくない？今思うと俺のふわっちをミラーしてるんだよ、ツイキャス配信中にね。うん、で言われた「かわいいなこいつ」って、うん、コレタンに「かわいい」って言われた助けてってどうしたの？どうした助けてって、うん、かわいかったらしい俺、うん、でそれはなんでそうなったかっていうと、当時付き合ってた彼女がコレリスでゴールデンウィークにこれの配信ばっか見てたんだよ。で俺ムカついてふわっち配信つけてね、コレリスの洗脳を解くっていう配信したんだよ。で、まあ、500人ぐらいかな。そしたらミラーされて2000人ぐらいになってたね。うん。だるまちゃんじゃない、エルマルちゃんね、うん、エルマルちゃん知ってた？もともとうちのリスナーだったんだよ。で俺がふわっちやらせたんだよ。知らないでしょ。パルパルのイメージが強いでしょ。パルパルの彼女みたいなイメージが強いけど、もともとはゼロレスだったんで。なんで別れちゃったの？俺がずっと仕事してたんだよ。現場仕事やってて、俺福井に住んでてね、1週間に土曜日に通ってたんだよ。土曜日とかしたらやっぱ寂しいって、1週間にいっぺんじゃで同棲したいみたいなこと言われてて、で俺も仕事あるから無理じゃん、うん、そういうのだよね。で大学の他の友達は同棲してるって羨ましいって。どこに通ってたの？いや京都の家にね、福井から片道3時間、土曜日夜仕事終わって通って、で月曜日の夜中に通ってたね。お前を潰すらしい。潰せるもんなら潰してみろよ、クソじじいがよ。ちょっとみんなナイスをしてね。今ナイスいくつあるの？もうナイス抜かれたら譲るわ。もうネトプリさんって呼ぶ。今35分経ってるけど、そんな簡単に抜かれるんならね、もう、ネトプリさんって呼びますよ。逆らいません。それまではちょっと粘る。ナイスしました。ありがとうね。レベルが違うよ。ちょっと勢いないじゃんだって最近。ツイキャスで2000人ぐらい俺でも呼べるよ。女芸したら。普通に。誰かと女の子とコラボしたら2000人、もうちょっと来るんじゃない？普通にね。なんかルンルンちゃんとコラボしたら3000人ぐらい来そうだけどね、ツイキャスやったら。配信やめた01だけに。うちのリスナーないな。疲れたでしょ、配信ね。スキピありがとうね。女芸、俺の方が展開あることね。ただホテルにいてずっと雑談みたいなことしないけどね、俺は。ただ配信時間が異常に長いから、あの人ナイスまくられるかもね。だって12時間ぐらいずっと雑談する人でしょ。やっちょからナイスありがとうございます。ありがとうね。ななちゃんに俺優しいんだけど、ななちゃんが優しくない気がする。結構冷たい気がする、俺にね。若いイケメンはすごい可愛がるけど、俺はやっぱおじさんだしね、タイプじゃないから冷たいよね。アンチコメント聞かないよ。 NG ワードないしね。そんなのね、聞いてるうちは全然ダメだよね。ふわっちやれないでしょ、続けれないよね、アンチコメントに聞いてたら。で俺も12時間ぐらい普通に喋るときあるよ、やるときあるけど。ナイス抜かれたの？もうやめるわ、じゃあ配信。そんなすぐ抜かれた？なんでふわっちみ押してくれないんだろうね、俺にね。今日のでしょ。300ナイスアリアンス、張り合え、追いつけ。話聞いてもしい LINE して。負けるな。負けない、まだ時間はある。いつもありがとう。あ、ラブだよ、ありがとう。互角か。307、勝ってる。4 勝ってる。4勝ってるよ。いいじゃん、負け組の。まあ片や年齢わかんないけどお金がないでしょ。俺はなんだかんだふわっちやってね、みんなに応援されたお金をそれなりにちゃんと貯めてるし。まあでも